はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、ついにね、来ましたよ。CBD のね、模試をちょっと今日受けようかなと思ってんです。はい。まあ例年ならこの模試ってあれなんです、パソコンね使ってやるやつなんで、そのある程度そのなんかその場所をね、会場に行ってね、まあまあ同じ時間にみんなと一緒にやるみたいな感じだったと思うんですけど、コロナのせいでそれ無理ですということで、個人個人でやってくださいね、自分の家のそのパソコンで個人個人に、やってくださいっていうことで、だからそのまあもう期間も別にそのこれからこれぐらいの2ヶ月間ぐらいの間やったらいつでもいいですみたいな感じで個人でやる感じなんですけど、でね、まあ時期なんですけど、まあ、なんで僕はまあ6月のまあまあ上旬にしたかっつったら、まあまああんまり早すぎてもね、勉強できてないし、あんまりちょっと直前にやってもさ、まあよかったら点数よかったらさ自信になってよっしゃってなるけど、ちょっと悪かった場合さちょっとやむじゃないですかだからまあこれぐらいの時期かなみたいな、まあ周りのそのクラスの人たちも話聞いてたら、まあ大体これぐらいの時期にやってるんで、まあ僕もそれに乗ってやろうかなと思ってて、今日やろうかなと、思ってるんです。でね、もし、まあ、よかったらいいですよ。でも悪かった場合、まあ僕ちょっとお辞めになってですね、これなかったことになるんで、うん、そんなもんね、点数悪かったらさ、そんなもん受けてないことになるんでね、これね。だからこれが今も放送されてるっていう時点で、あ、まあある程度の点数取れたんだなっていうね、いうことなんですよ。はい。でね、いや、まあその点数は詳しい内容は後で言いますから、うん、まあいいんですけど、こうなんかその予備校ですよね、アザプデンタルアカデミーっていうところがこういうやつをねくれるんですよ。こういうわかるか、こういうやつね、こうね、これでまあここでログインして自分で解きましょうみたいな感じ、うん、なんです。でね、まあもう解いていくんですけど、じゃあまあ行きましょうか。はい、まあうざうざ喋っててもしょうがないんで、はい。本題にね、行く前に、毎回もですけど、まあ、告知させてくださいね。僕はですね、この夏休みを利用して8月ですね、将来の僕の、研修先およびその就職先となる医院とか病院に見学に行こうと思ってまして、それのね、募集ですよね。誰かね、僕のこのチャンネルを見てくださってて、あいつ面白そうやなみたいな感じで、ちょっと来いよっていうふうに言ってくださる、方がおられれば、ここにね申請フォーム作ったので、ここからちょっと申請をしてくださいね。概要欄の方にも、貼ってますので、見学申請フォームっていうのがありますので、そこから飛んでいただいてもいいので、はい。このフォームは、まあ、僕とあなたね、2人だけの内容なんで、第三者はもう分からない内容になってますので、はい。そういうことで、ぜひね、お願いしたいんです。というのも、これはね、ご覧になってくださってる方の方が僕のことをある程度分かってくださってるし、そういう部分でさ、はじめましてこんにちはで入って、で、なんていうの、人間関係をこうね、そこからゼロから組み立てていくよりも、そのある程度分かってるから、そこのステップ飛ばせるし、職場での一番のストレスってやっぱり人間関係じゃないですか。だそこをまあまあ円滑にね、できるかなと思ってこれやってるんで、ぜひね、よかったらね申請してください。僕行きますので、はい、お願いします。はいね。でもう一つ、まあ、前回も言いましたけども、僕のこのチャンネルありますよね。このチャンネル僕は収益化しようと思ってるんです。でね、収益化するためにそのチャンネル登録の方と、そのね、ある程度長い視聴時間ね、ペペペってこう飛ばして、その両手だけ見るんじゃなくて、ちゃんとある程度見てほしいですっていう、ことで、なかった収益を僕はですね、僕の所属しているサークルにね、寄付しようと思ってるんです。というのも、このコロナのせいで僕らの、サークルはですね、全く活動できてない、ね、ことになってて苦しんでるんです。でね、その子たちをその僕がこのね、支援のね、サブスクリプションという形でお金をその流してあげることによって、そのお金を使って広いところの体育館を借りたりとか、そういうところで活動がね、練習したり発表したりできるようになるので、彼らのね、ちょっとでも救いになるかなと思って、はい、やろうとしてるんです。はい、ということで、お願いします。はい、はい、ということで、いきましょうか。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい。
い。はい、お疲れした、お疲れした。はい、お疲れした。お疲れした、お疲れした、お疲れした。はい。いや、終わったね。しんど。疲れた、もう。だってね、朝からね、7時間ぐらいかな。ずっと溶かされて、それ疲れるわ。ほんまに。なんかね、センター模試、昔受けてたあのセンター模試を思い出した、ほんまに。まあまあ、センター模試の方がいかつかったけどね。まあまあ、いいんですよ。で、出来はね、いやね、全くできなかったから。いやね、いや、自信持って解ける問題ってあるじゃないですか。あ、これやって言って。ああいうのがね、ほとんどなかった、マジで。これ何みたいな。ちょっとこの、アザブの頃もこれちょっと難しくないですか、これ。大丈夫ですか、これ。いや、もう全然ちょっと自信はないですね。だからちょっと合格点取れてたらまあいいんですけど、まあとりあえずまあ終わりましたと。その結果ちょっと時間かかるみたいなんで、ちょっとまたね、後日やりましょうね。はい、ということでとりあえずね、はい、結果がね、出たらしいので見ますか。まあ我が岡山大学のその CBT の合格率っていうのは 65% なんですよ。だからまあそこをクリアしてたらまあいいかなってまあ思ってて、どうなんかわかんないですけど、まあちょっと難しかったんで、ちょっと自信全然ないんですけど、ちょっとまあちょっと見ますね。ん？はい。やばい、これやばいな。こうギリギリやん。平均正解率 67.2。 はい、これ低いな。まあでもまあ学内順位20人しか受けてないから、20人中まあ14番、まあ、中途半端なとこやな、おい。ね。そう、中途半端なんですよ、僕。昔、なんていうの、視聴者の人が、その、学校の成績を見せてください、みたいなこと言ってて。でね、でもね、もう僕ね、全然良くもないし悪くもないんですよ。中途半端が全然面白くないですよ、つって。そうなんですよね。で、今回もこれですよ。ね。面白くないでしょ。中途半端な成績なんですよ、これ。まあ、悪くもないし、良くもないし。ね。これ、いやでもまあ一応その合格圏に入ってるんで、まあまあええかなとは思うんですけど、いやでも満点取ったやつおるんじゃん、これ気持ち悪い。マジかよ。まあまあええわ、とりあえずまあ20人しか受けてないですよ。うち学年50何人おんの、55人 ?5、6人おるのかな。まあそのうちのまあ分かんないんで全然。ひっく全国偏差が48やってやばこれ大丈夫なんこれ。まあまあええわ、とりあえずまあまあこんな感じで、まあまあまああんまりできてなかったんで、あと1ヶ月弱あるんで、ちょっとね、修行していきますよ。はい、修行してまあ一応ね、余裕を持ってCBT ね、合格できるようにしたいな。7割5分、8割はきついかもしれないけど、まあ7割5分ぐらいで受かりたいね。はい、ということで、今回はね、CBT もし受けてみたね、中途半端な成績でした。はい、そういうことです。はい、ということでね、はい、また皆さん会いましょう。はい、では失礼します。はい。